本日は、皆さんの身近な情報サービスの一つであるウェブ検索についてお話しさせていただきます。ウェブ検索は、皆さんの日常に、欠かせないものになっていると思います。ではウェブ検索の本質、または情報技術の本質はとは何なのか、考えていくのは、これからの授業ですので、どうぞ最後まで、話を聞いてください。皆さんこんにちは。本日は、皆さんの身近な、情報サービスの一つである、ウェブ検索について、授業をさせていただきます。この授業を通して、皆さんぜひ、情報科学の一つの基本的な考え方を、理解していただくようにですね、ぜひしていただきたいと思います。最後まで、話を聞いてください。はい、この授業ですね、必要な基礎知識ですね、一つありますので、まず最初に簡単にクイズを皆さんに答えてもらおうと思います。で、これはまずですね、このような足し算、13足す8はいくらでしょうか。21。はい、元気ですね。はい、正解は21です。じゃあ次いきますね。いくらでしょうか。ちょっと考えて、52、素晴らしいですね。はい、これですね、本日ですね、この、授業を理解していただく、必要な前提知識になります。これさえ分かればですね、これからの話は、そんなに難しくないだと思います。で、本日ですね、ウェブ検索という、情報サービスを説明していきますね。皆さん多分日常ですね、こういった、困った時ですね、ウェブを使って必要な情報を、調べるということは、日常的に行っていると思います。で、今日ですね、まず、基本的な話から入ります。で、まず、検索とは何か、考えてみましょう。検索という話ですね、これは、一言言いますと、調べて見つけること、自分の欲しいものですね、どこにあるか調べて、見つけるということは、検索ですね。例えばですね、忘れ物したとして、これは、例えば電車の中でですね、大学で授業の中で、忘れ物した場合は、そういう問い合わせの窓口だったり、でそれとですね、大学の場合はその忘れ物を取り扱う窓口があるので、そこで聞いて調べることは、検索の一つと考えていいです。それと、今回ですね、ウェブの話をしますので、ウェブはどんなものですね、これから説明します。でウェブというのはこのように、世界中に分散されているウェブサイトは、リンクによってつながっているような蜘蛛の巣のようなものと考えてください。でこの1箇所ずつですね、右側のように、トップページだったり、そのトップページからリンクしているさまざまな関連ページですね、それは1つのウェブサイトで、世界中のウェブサイトこのようにつながっているような、ものですね、ウェブと考えてください。でこのウェブ検索について、そのウェブ検索とは、ウェブは世界中にインターネット上で発信された情報を、自由に公開されていますね。その情報についてウェブサーバーと呼ばれるコンピューターに蓄積されています。実は、皆さんの今まで読んでいるウェブページは全部ウェブサイトに、ウェブサーバーに蓄積されています。それは世界中の人々に配信している状況です、ね、でそこでですね、ウェブ検索というものは、そこの中でですね、自分の欲しい情報、自分は例えば旅行先で必要な情報を調べる場合は、その情報どこにあるか調べることは、これはウェブ検索と言います。で次ですね、じゃあ実際に皆さんおそらく日常生活中にもウェブ検索をよく利用されます。そういくつかの例として、例えば旅行に行くときですね、先ほども言ったように、その旅行先の観光スポット、それから交通事情、レストラン、それから治安情報ですね。今世界中は安全ではないところ結構ありますので、旅行に行く前にこれを調べることはウェブ検索よく使われます。それと買い物をしたりですね、するときですね、どの商品を買うか迷ったときですね、そのとき他の人ですね、他のユーザーのいわゆる口コミですね、といった情報を調べたりすることもウェブ検索の一つの使い道です。でそれから皆さんこれから情報
いろんな勉強をします。その勉強の中で、いろんな参考になるウェブサイトを調べたりすることも非常に重要である、ね、そういった日常生活にもウェブ検索よく使われることは皆さんもよくわかると思います。でそこでですね、今日の授業の目的はそのウェブ検索の裏側ですね、どのように起きている、どのように実現しているかという話を進めていこうと思いますので、そこちょっとですね、実際に皆さん次のことを考えてもらいたいです。一つ目はコンピューターという機械ですね、基本的に計算という処理が非常に強いですね、非常に大規模な計算でも簡単にできるようなもので、その計算に強いコンピューターはどうやってその検索と、一見、計算問題ではない問題なのになぜコンピューターでそれはできるか、その話ですね、これから説明していきます。でそれからもう一つですね、ウェブサイトというものは世界中に誰でも発信できるようなものなので、非常にですねゴミ情報とか、また価値の高い情報で、混在している状況ですね。で そこから本当にいい情報をどうやって見つけるかということは、これからですね、今回の授業で具体的に説明していこうと思います。で次ですね、ウェブ検索といってもですね、基本的に世界中のウェブサイトをまずですね一箇所に集めるという必要があります。これはウェブ検索の基本です、ね、Google のような 大規模なウェブ検索サービスを提供している企業でも、世界中のウェブサイトを、クローラーと呼ばれるロボットプログラム、このプログラム自動的に毎日世界中のウェブサイトをアクセスして自分のところの一箇所に集中するというような処理をしています。でその上で、その検索できるようにこういう世界中のウェブサイトのウェブページですね、文章を内部表現にする、でそれから、計算できるようにする、ね、それともう一つですね、そのウェブページというものはゴミ情報とか品質高い情報で混在している状況なので、そのうち本当にいい情報を識別するということは、これはウェブ検索の主な仕組みになります。で、今回はちょっと時間の関係で一つ目の処理は省略をしますので、次の2番目と3番の問題を主に授業で説明していこうと思います。はい、まず一つ目ですね、検索というですね、今回のテーマであるこの問題をどうやってですね、計算問題に変換するかね。まずなぜ変換しないといけないか。という話をまず進めていきます。これですね、多分右側ですね、これは検索システムの概要ということで、世界中のウェブページ、このウェブ文章の集合として、でこれをまず内部表現というふうに変換します。コンピュータの内部で処理しやすいような形に変換します。それから、検索したい人から検索質問を、入力すると、この質問も同じように内部表現に変換します。で、これ大事ですね。内部表現にした後に、この内部表現、質問の内部表現と、全ての文章の内部表現の間に照合を行います。計算します。ここですね。その結果によって検索結果を表示したり出力しています。で、このような仕組みは、全ての情報検索システムで実際に行われていることです。それからですね、今回はその内部表現について少しですね、皆さん多分理解する必要があるところで説明していきます。でまず内部表現という文章でウェブページというものですね、これを基本的に文脈や意味を全部考慮しないようにします。でこれなぜするかね、これは、単語の集まりとします。ただ単語で集まりですね、その単語の文脈とか意味とか無視しますということがまず大事ですね。これをそれぞれの単語の重要度を、重みとして、表していきます。でこれは一つですね、内部表現。それからもう一つは質問、検索質問も同じように、これは検索語と言いますの でこれも同じように、ある種の内部表現を使います。この内部表現を用いて文章どの、文章と質問の類似度を計算して、それは検索結果として、関連つけるということは、基本的になっています。実際に今回はですね、TF-IDF という話ですね。この TF-IDF は情報検索システムは非常によく使われている手法であるですね。これはですね、人語と言いますと、その文書に、よく出ている言葉、
同じ文章にですね、よく言及された言葉、これはやっぱりこの文章の内容に関係しますので、まあ、重要である。で、この文は高ければ大きければ重みは大きいということですね。それからもう一つですね、で文章の内容をですね、特定できる言葉を大事。でこれは日本語であればですね、だとか、日本語だったらわとかがとかという言葉は、というであるとかという言葉、あんまり全ての文章に出ているものはそれは重要ではない。逆に情報サービスとか IT とかという言葉は、これはどの文章にも出ている言葉じゃないので、情報関連の文章にしか出ないということで、いわゆる珍しい単語、その珍しさを評価するために、ここで IDF と言います。 IDF ですね。 IDF とこれを合わせると TF と IDF ですね。頻繁に現れている言葉と、全ての文章において珍しい言葉こそ重要であること、それを評価するのは TF、IDF、重みと言います。これさえ分かれば、これからの話はスムーズに理解できます。今回はちょっと具体例を出して皆さん理解してもらうようにします。例えばですね、このようにウェブページと考えてください。1つ目、2つ目、全部で6つのウェブページあるとして、そのウェブページの内容、例えば今回は簡単に一文しかないような、それこれもちろん長い文章でも同じ手法で対応できます。1から6まで。ですね、でこの中に出ている言葉を見てください。進路と選択と、あと自己と効率と、でもっと進路もう一回出てきて、まあ、政治と、それから関係のようにですね、そういった言葉だけをこれから注目していきます。でこれですね、先ほど一つ目二つ目ですね、それぞれの文章に出ている、各言葉の出現回数、先ほど進路ですね、2回出た、覚えてますね。でこれは出現頻度と言います。ある文章においてある言葉何回出たということは、これは出現頻度、まあ、TF と言います。でさらにでこのですね、この IDF ということは文章頻度と言います。これはどういうふうに考えるとですね、例えば事項という言葉は、1つ目の文章、2つ目の文章と、4番の目の文章、1、2、3、3回出たので、これは3という数字になります。で3、この数字は大きければですね、この言葉ですね、珍しい言葉ではない、つまりどの文章にも出る可能性高いということで評価は低くなります。でこれを次のページですね、実際にこれは TF、IDF、重みに変換すると、このように先ほど2回出た進路という言葉は、これ見てください、ほぼ全ての文章に進路という言葉が出てきたので、見てください、その評価 TF、IDF 重みは 0.3の5、これは小さいです。でそれに対してここですね、同じ、2回、でしか出てない、その、この生活という言葉ですね、これは全ての文章において1つの文章しか出てないですね。だから珍しいです。で珍しい言葉こそこのように、大きく評価します。この言葉ですね、これからこの文章を特定するに非常に役立ちますから大きくしている。で、これは、いわゆる重みですね。この重みの話さえ分かればですね、これから、計算でいろんな検索そのものができるということが分かる。次ですね、この質問の内部表現が分かりますね。今回は大学と進学と、それから家計という3つのキーワードで検索しようと。ということで、実際にこの、重みですね、すると、大学と進路と家計という言葉ですね。この3つの、言葉はこれから検索に使います。これも内部表現にします。はい、これですね、これからですね、その類似度を評価します。で、質問、文章のベクトルと、質問のベクトルをそれぞれ D と Q にすると。で、この、類似度評価、今回は、内積を使います。皆さん、二三数学などの授業で、そういう勉強はできると思います。でそれからこの 内積尺度というのは、各要素の値ですね、それぞれ掛け算にして、それから、合計求めると。でこれは内積と思います。でこの値大きいほど、質問と文章と質問の間によく似ています。検索したい結果に近いということですね。これは高く評価します。はい、ここからですね、実際に検索結果を見ていきましょう。
でこの大学進路と家計という言葉ですね、D1 から D6 までの文章にそれぞれちょっと内積を求めていきますと、D3 の言葉、文章ですね、2.198 でそれから D5 の文章は 2.9891 ということで、順位としてはこの D5 の文章ですね、最も今検索している質問に近いということで高く評価します。この1位2位ということで、まあ、検索結果としては D5 と D3 それぞれ検索結果の1番目2番目に出せば良いですね。これは全ての検索システムこのような仕組みですね。簡単な掛け算と引き足し算ぐらいできれば、まあ、こういった検索もできるということですね、ご理解できればと思います。はい、ここまでで今日は1つ目の、テーマで、ここまで何か質問分かりますか？困ったこと、これ聞きたいことありますか？大丈夫ですか？はい、特に、なければで次ですね、いきます。でしかしですね、今までの手法であればですね、ウェブ検索には、適用しない、ちょっと問題になる部分があります。これをちょっと見てみますと、でウェブ上ですね、自由にみんなで、何でも、発信できるので、そこでやっぱり質の高い情報、本当に自分の参考になるような情報が欲しいですね。でこの場合は実際に今の先ほどまで紹介した手法では文脈や意味を全部無視しているわけですね。で無視しているからですね、無意味な単語の成り立ちでも高く評価される。例えば情報、進路、ですね、全く人間にとっても意味のない単語の成り立ちもそのまま評価する、高くしてしまう。でこれですね、どうやって解決するかっていうと、今日の次のテーマ、ウェブページの格付けという話を、進めていこうと思います。でこれですね、まあ、基本的な考え方として、ウェブページの間にお互いにリンクしている、この情報を使います。でリンク関係に基づいてウェブページの評価を行うことは、これからの話ですね。じゃこれどういうことなのですね、ページ A からページ B ですにリンクしている場合は、そのページ A は B のページを信頼している、まあ、いいページと評価しているというふうに理解します。でその上でですね、ここは実際に、まあ、Google 社ので開発しているページランクというアルゴリズム、これから説明しますが、これですね、たくさんのページからリンクして、リンクされているページは良いページで、非常に知名度高いということですね、まあ、これは良いページとします。でやっぱりですね、良いページからリンクされたページは良いページということですね。これは質の高いページがリンクしたこそ高い評価高くなるということで、このようにお互いの評価の仕組みを用いて、まあ、実際のウェブページの評価するのは次の説明ですね。このページランクの計算は、例えばこのように ABCD ですね、5つのページあって、このページの間でお互いにこのようにリンクしているとします。矢印の方向はリンクの方向と考えてください。これは最初にみんな平等にですね、1というランクをつけます。つまり、みんなの信頼度を同じようにします。じゃあこれからちょっとどのようにリンクしているかによってこの値を変えていきます。でこれはまずですね、ある種の信任投票のように、ページ A がページ B とページ C、ページ D ですね、リンクしているから、そのページ A は BCD を信頼しているとします。でこの、自分の持っている、ランクを3つに分けます。平等に分けます。で分けることによって信任投票のように行われるということになります。でそしてですね、例えば B の場合は逆にもらう側から見ると、A から3分の1、C から2分の1もらったので、まあ、その結果は A の3分の1、B の2分の1で6分の6になります。このように、各ページのランクを1回更新することができます。でこれはいわゆるですね、信任投票の1回目の結果になります。一回投票してもらったものは自分の難国を更新します。そうするとですね、この計算実はですね、まだ繰り返すことができます。これですね、中国の歴史の中で三国志の話を私よく思い出します。諸葛孔明という若者ですね、20代の、若い人、劉備玄徳ですね、全然、顔も、知らない、人からですね、非常に尊敬されている。なぜなのかというとですね、実はこの仕組みに応じています。西京先生と、助手先生から推薦されている。でこの推薦によってこの方はすごいということをみんな認識しているということは同じ仕組みです。はい、でこれによってですね、計算、最初は1で1回目の計算によると、
ABCD の何個それぞれ更新します。でこの更新ずっと2回目3回目4回目5回目まで続けています。で最終的にはある値に定常します。もう変わることほとんどない状態になります。この状態になると、ページ ABCD それぞれの、まあ、つまり本当に信頼できるかできないかの、評価値になります。だからこの値が高ければページ A とページ E は、割と他のページより信頼されるいいページと考えられるという仕組みになります。でこういうことですね、ウェブ検索の中でつまり通常の言葉だけの検索に加えてこのように、信頼できるかできないかのページランクも加えて評価しているのは確実に自分の欲しいいい情報を得られるという仕組みはになっているのは、まあ、こういう、わけあります。はい、でこれで今日の話は、全て終わりますがちょっとまとめてみます と、ウェブ検索の話を今日しましたので、まあ、ここですねウェブ上に散在している、分散している情報ですねこれを確実に検索することは、まあ、できるようになっていますね。これは実際にどうやってできるかというと、この検索問題は実は、コンピューターで処理しやすいような内部表現を使っているから、で使っているからコンピューターの、強みを生かしてでこれを、計算で解決できます。はい、これですね今日の授業の、最初から私のこの授業の目的になります。つまり情報処理という分野ですね結構ですねこういう手法を利用します。ある問題を計算できるような表現を使います。その計算できるような表現を使うことによってその問題はコンピューターの、強みを生かして計算によって解決するのような仕組みは情報科学そのものでもあります。ということで、今日の授業は、以上になります。ご清聴ありがとうございました。